です。今日はキャンメイクのアイシャドウパレットとマットリップティントでメイクしていきたいと思います。まず、ニックスプロフェッショナルメイクアップのアイベースを指で少しのせていきます。キャンメイクのマットアイシャドウパレットを使っていきたいと思います。まず、クリースに薄いくすみ系のパープルですね、をのせていきます。気持ちこう跳ね上げ気味でクリスにのせていきます。はい、そうしたらメインになるカラーですね、これメインのカラーを二重の幅全体的にのせていきます。あと、これ普通の、入ってるチップとかよりもしっかりしたブラシでのせた方が結構発色が良かったので、そちらもおすすめでございます。これアイブロウを私これアイライナー代わりに使ってしまったんですけど、このアイブロウの色をアイライナー兼こうダブルラインみたいなくの字でのせてぼかしていきます。そしたら再び、クリスの色とブレンディングさせてぼかしていきます。目の下に行きたいと思います。さっき塗ったクリースの色をしっかり塗っていきます。これ結構発色すごいいいので、そんなしっかり塗らなくても結構発色してくれました。おすすめです。再びこのアイブロウの色を全体的にのせていきます。眉毛に入ります。ちょっと今回このアイシャドウパレット1個でやっていきたかったので、アイライナーで眉毛を描いていきました。アイシャドウなんですけど割とこうしっとりしてるタイプなので、結構眉毛もぼかしやすいしジェルっぽく描けたので、これはすごいなと思いました。しっかり描きたい方はこのアイライナーというカラーがおすすめです。でちょっとほわってしたいなと思ったら、アイライナーで使った色味でふわって描いてあげるのもまたありなのかなと思いました。ちょっとグラデーションにするために眉頭をぼかして、しっかり眉尻まで伸ばして引いていきます。キラン。リップに行きたいと思います。リップティントマットの3番です。これものすごく発色が良くてびっくりしました。塗るたんびにちょっとふわって薄くなる感じはちょびっとだけしたので、今回2度塗りさせていただきました。そしたらより一層発色が良くなったので、しっかりつけたい方は2度塗りがおすすめです。でホワンってつけたい方は逆に指で取ってポンポンポンってぼかすのも、またマットだからよれづらいしすごい素敵だなと思いました。この、アイシャドウパレットとリップティントマットの3番はすっごい色味があって、個人的にものすごいツボなカラーだったので、ものすごくこのセットおすすめですね。めっちゃ好きです。こういうくすみ系に結構プルンってしたリップのカラーめっちゃ好きなので大好きです。全然綺麗だと思います。なんだろうな、例えばメザイクしてたりとかアイプチ結構してたりしている方はもしかしたらちょっとだけ
目立つかもしれないんですけど、まあでもアイもね目細工してるんですけど、あのちょっとやっぱね見てきてますな。まあでもその辺はまあカットカットしたりとかしてたら大丈夫だと思います。あのリップティントマットなんですけど、しっかりマットになってくれるしパーフェクトだと思います。素敵でした。本当に割とちょっと濃いのが好きなので濃く塗っちゃったんですけど、全然これ指でパパパってしても薄く塗ってもいいし、眉毛も全然いつもやってるジェルみたいな感じでしっかりこれこのここで綺麗にできたので、旅行先とか例えばちょっと荷物になるのやだな、でもなんかな、なんかアイシャドウ持ってきたいな、眉毛持ってくのやだな、めんどくさいなって思ったら全然これ1個でいけると思います。荷物軽めにしたい人は必ずこれは必要かなと